ダークエネルギー宇宙膨張の発見アメリカの天文学者エドウィン・ハブルはウィルソン山天文台の2.5メーター望遠鏡で1923年から24年にかけて数多くの 形外銀河を観測したのです。形外銀河の中には変更性と呼ばれる明るさが周期的に変わる星がある。変光周期はその星の明るさと関係があるので変更周期を調べることで その星の本来の明るさを知ることができるのです。星の本来の明るさを求め、見かけの明るさと比較し、その星までの距離を見積もることができるのです。ハンブルはこの方法や他の方法を使い、 全部で46個の銀河までの距離を調べ、赤方変移との関係を調べたのです。地球から遠方にある天体の距離を直接測る方法は複数あるが、それぞれの方法には限界があり、 使い分けるることを余儀なくされるのです現代では広大な宇宙にあるすべての天体距離を測る統一的な方法が存在しないため一つの方法で近い天体の距離を測定しそれを基準に 別な方法でさらに遠方の天体距離を求め、これを繰り返さざるを得ないのです。ハッブルは遠方にある天体の距離を測るため、複数の方法を使い測定したのです。彼は距離を測定した銀河の距離と 赤方変移との関係を調べたのです。すると、驚くべきことに、遠くにある銀河ほど赤方変移が大きいという結果が得られたのです。銀河までの距離と赤方変移との関係をグラフにしたところ、ほぼ 比例関係があることを見出したのだったこのハンブルの発見は宇宙膨張の直接的な証拠となったのです今まで静止宇宙を信じていたアインシュタインは急遽ウィルソン山天文台にハッブルを訪ね 宇宙膨張の証拠を調べその結果一般相対性理論の重力方程式の宇宙項を削除したのですこの時彼が言ったと伝えられている「我が生涯の過ちだった」という言葉が伝えられています 宇宙が膨張することは地球から見て宇宙の銀河が遠ざかるので光の波長が長く伸ばされスペクトルを分析すると赤方変移を示すのですハーブルが発見した宇宙膨張の現象はアインシュタイン以外にも 天文学者、宇宙物理学者、さらに宗教者にも衝撃を与えた。物理学においては、宇宙を支配しているのは、核力である強い力と弱い力、電磁気力、重力の四つの力だと考え、 理論を組み立ててきたが、ダークマター由来の宇宙引力、ダークエネルギー由来の宇宙斥力が加わり、物理学の理論を根本から見直さなければならなくなったのです。天文学、宇宙物理学の分野でも、 インプレーション膨張、ビッグバン膨張の速度が落ち着いて、やがては天体観の引力により、宇宙は縮小に転じると誰もが予想していたのだが、宇宙論を根本から見直さなければならなくなったのです。 蒸気の分野だけではなく暗黒物質粒子、ダークエネルギー粒子の正体によっては素粒子、標準理論は根本から見直さなければならないだろう。アインシュタインが宇宙港を挿入しなければ彼のアインシュタイン方程式は めから膨張してて変化する宇宙像を描いていたのだ理論物理学者の間には「方程式はそれを作り出した人よりも賢い」という言葉が伝えられているこのアインシュタインの場合にもそれが言えるのかもしれない。 宇宙膨張がハッブルによって発見される以前に一般相対性理論の重力方程式を使い宇宙モデルを理論的に考えようとした学者がアインシュタイン以外にもいたのですロシアの数学者宇宙物理学者である アレキサンドル・フリードマンはアインシュタイン方程式を解き膨張宇宙モデルをフリードマン方程式の解として定式化したのです膨張宇宙モデルは彼の死後1928年にハッブルの観測により 宇宙膨張が発見されたことで高く評価されるようになったのです。しかし、静止宇宙を信じていたアインシュタインはフリードマンの研究を認めず否定したのです。後年、フリードマンの膨張宇宙モデルが 現実の宇宙膨張に最も近いことが分かり、高く評価されるようになったのです。しかしフリードマンはこの研究を発表して、間もなく30代の若さで亡くなり、現在では膨張宇宙論の先駆者として、 高く評価されているのです。ベルギーの宇宙物理学者、天文学者、カトリック司祭であるジョルジュ・ルメートルは、1927年、アインシュタイン方程式を解き、膨張宇宙モデルを発見したのです。彼は、系外銀河の 適法変異を宇宙膨張によると正しく見抜いたのです。しかしアインシュタインはロシアのフリードマンとともにルメートルの膨張宇宙の研究も認めなかったのです。宇宙膨張は一般相対性理論の アインシュタイン方程式の自然な帰結だったの後年アインシュタインは宇宙港の挿入は我が生涯最大の過ちだったとアメリカの理論物理学者であるジョージ・ガムフに語ったと伝えられています。ジョージ・ョーガムフは ロシアに生まれ、レニングラード大学でフリードマンの教え子だったのです。彼はアメリカに渡り、ビッグバン宇宙モデルを提唱し、その後の宇宙論研究の礎を築いたのです。アインシュタインが捨てた宇宙港は、 かつし現在の精密宇宙観測結果膨張宇宙を説明するために用いられているのです。2020年8月5日 INU 研究機構学長教授久保です。